はいどうもサクサイルでございます。今日もボーダーランズ3の動画を撮っていきとうと なんで感じ合うのかな。行きたいとっていうだけの言葉をなんで感じ合うかな。行きたいと思います。ということで、前回は個人的なおすすめ武器を4種ほど紹介する動画を上げさせていただいたんですけども、今回なんですけどもちょっと気になる銃を拾いまして、早速ちょっとフォトモードを解除して見ていきましょう。で今持ってるこれなんですけど、武器の名前がビシャースリューダーですね。まあパッと見、まあ必要レベルも48で、まあ48の時に出たんでしょうね。あのアッパーまで行ってないし、ダメージもまあ1300ちょっとで、まあ、マガジンサイズも11、まあごくごく平凡な、銃で、まあクリティカルヒットがプラ40、この武器ダメージは確かここの数値にも載ってるんでしたよね、このゲーム。そんな感じだった気がする、前作までは。なんでまあまあまあ、まあ、クリティカルヒットが高いからいいねぐらいの感じで見てたんですけど、このマンキラーっていうのがあって、これおそらくきっと人特攻みたいな、人種族特攻みたいな感じですよね。あのファイナルファンタジーとかでいうマンイーター的なことだと踏んでいるんですけども、ちょっと実際わかんないです。これもうちゃんと説明してほしい。でこれちょっと見てもらったら分かるんですけど、これ3連バレルなんですよ。3連バレルかと思って、ちょっとなんだろうな、ネタ武器かなと思ったんですよ。でこんぐらいで撃ったんですよ。で一発なんですよこれ。あ、こうやって一発ずつ出ていくのかって思ってたんですね。ただこうまあ覗かなくてもいいんですけど、覗いてやりますね、分かりやすいんで。ある程度弾が進むと3つに分かれるんですよ。なんでこんぐらいの距離なら分かれるかな、こんぐらいの距離だと3つになるんですね。ここだと多分1つ、ここだと3つ、おっとって思って、でこれ3つになってもこの11発のマガジンのうち1発しか使わないんですよ、この通り。だからどういうことなんだろうっていう、ちょっとなんかよくわかんないなと思って、これはもう打ってみないと始まらないと。今作やっぱ他の武器がまあフラッグのウィルドとマッチしてたりするのもあって、なんかスナイパーがちょっと不遇ってまではいかない、まあ十分火力が出るものもあるんですけど、やっぱり他の武器と比べたらなかなか持とうっていう、メインで持とうみたいな、まあサブに一番下のスロットに1個入れといてもいいかなぐらいの、ただそれを取り出すことなんてまあないみたいな感じなんですけども、ちょっとたまないな、たま取りに行きながら喋ります。まあ不遇で、まあまあないと思うんですよ、この武器1本でちょっとやってみようみたいな。サグスタイルもそう思ってました。今回はスナイパーよほどのことがない限り持つことはないなって思ってたんですけども、これを敵に撃ってもうあおかしいっていうのを確信したんですね。このマンキラーのおかげなのか、まあ、もちろんフラッグにもスタック溜まっていくと、あの人に対してね、人ロボとかに対してどんどんあのダメージ倍率が上がっていくようなスキルがあるんであれですけど、それとマッチしての話なのか、ちょっととりあえず打ってみますね。ちょっと止まってくんねえかな、分かりやすく。これ今のモードってあの2周、まあ、前作までの2周目扱い の真のボルトハンターモードで、まあ、レベルの下見てもらえば分かるようにメイヘム2をつけてきてるんですよね。3でもよかったんですけど、3だとちょっと、まあ、動画撮るときにちょっとぐだるかなと思って、2でも死ぬ可能性あるんで、これですよ。これですよ。で、なおかつ、ちょっと見てほしいのが、今、敵のライフとシールドアーマー 30% 上乗せされてるんですよ。
その 30% 上乗せされてる敵をこの 1,2 発、まあ、せいぜいかかって3発でこの雑魚の人型は落とせるんですよ。おかしくないですか？普通の武器使おうと思ったらなかなかめんどくさいんですよ。はい、ヘビーウェイトさんが来ましたね。いや、みんなは知ってると思うけど、メイヘム使ったり、ボルトハンターモードとかにするとこいつがめちゃくちゃめんどくさいんですよ。ただでもこの武器ならマジでこれで死にますよ。これ11発あって6発残ってますからね。5発ぐらいで、もちろんフラッグなんで弾がちょっと今回復してたかもしれないですけど、それでもワンマガジンぐらいで持っていけちゃうんですよ。で、結構離れちゃうとやっぱ弾が3発にばらけるんで、まあ、全弾当たってないってことになるんですかね。ちょっと火力が落ちる気がするんですよね。で、ちょうどこう3発が分かれるこんぐらいの距離感で戦うとものすごい強いっていう。いや、だからおかしくないですかこれ。これ今作ほんとスナイパーとかマジ誰が使うんだよと思ってたんですけど、これなら使うよっていう。ちょっと離れますね、ちょっと静かなとこ行きますね。いや、これなら使うでしょと思ったんですよ。で、多分おそらくこのマンキラーっていうのの倍率がどんぐらいなのか分かんないですけど、多分相当高いと思うんですよね。で、なおかつまあこのスタックが溜まって、フラッグのこのダメージボーナスみたいな、ロボットボーナス、ヒューマンボーナスとかが、まあ、ダメージ 12% とか、まあ、最大ランクまで上げてないですけど、もう相まって、であとはクリティカル、頭狙ったりするともうそのクリティカルのおかげで、まあ、40% プラスなんで、この武器自体がクリティカルが、なんでなんか相当いや相当これ一本あるだけでこのヘビーウェイトたちが相当楽に処理できるように、まあ最悪あんなちっちゃいやつらはわざわざスナイパーで狙わなくても、まあ武器によっては楽に持っていけたりするんですけども、まあ、あの距離のめんどくさいやつらを、まあ、簡単に処理できるっていうのを見てください。頭おかしい。今ほぼ 2発でしたからね。なんで、まあ、ぜひぜひこれをね拾ったら、まあ、捨てずに、スナイパーが、まあ、確かに不遇ではあるけど、まあ、他にも強いスナイパーはあるかもしれないですけども、このなんだっけ、ビシャス、リューダ、これに関してはいや本当に強いスナイパーになってると思うんで、まあ、確かにこのブラドフ社で、まあ、なんかごてごてしくて、ジェイコブスのとこのなんかスタイリッシュで堅牢なデザインでモーションもかっこいいみたいな、音も素敵みたいな、まあ、そういう銃じゃないんであれですけど、まあ、できればジェイコブスみたいなやつが使いたいけども、まあ、これはこれで、まあ、言って強いからよしっていうところですよね。なんで、まあ、ぜひ、多分ワールドドロップだと思うんで、特定のなんだろうな、バッドアス以上の敵とかからしか落ちないみたいなことはないと思うんですよ。サクサイルが拾ったのは崖で戦う、画像貼っときます。編集のサクサイルさん、編集の私、貼っといてください。これです、こいつからドロップしたんで、まあ、多分ワールドドロップだとは思うんですよ。固有ドロップではないと思うんで、まあ、どっからでも出ると思うんで、まあ、現に僕も拾ってなくて、ロストボックスでしたっけ、サンクチュアリのあそこから排出されたやつを眺めてて、あーちょっとこれ使ってみようかなってたまたま使ったのがこれだったっていうだけなんで、もしかしたらスルーしてる人も多くいるんじゃないかなと思うんで、全然でかいヘビーくんたちを処理するスピードが違ってくるんで、
特にフラッグ使ってる人たちはクリティカル率も相まって、相当多分頼もしい、メインウェポンにはなりえないかもしれないけど、あいつが出てきたようにこれを持っとくとかねっていうのもありなんじゃないかなと思いました。ということで、ぜひぜひ拾って使ってみてください。今回の動画のお相手はサークスタイルでした。よろしくどうぞ次も見てね。バイバイ。